やっぱね、行動しないと無理なんですけど、なかなかね、ラップに全てかけるっていうのも厳しい人もおったりとかして、別にそれは仕事やってる、学校やってるとか関係ないし、メンタル的になんか今日は何もできへんなって、そういう日もあると思いますけど、なんかそれぞれにマイクを握る理由があると思います。それぞれに絶対あって、だからバトルであり音源であり何かしらライブであり何でもいいからマイク握ってね、なんかステージ立ってかましたろうみたいな思ってると思うんで、なんか自分がやりたいことをそれだけは忘れずに流されずに、イエーやっていけたらいいかなと思います。イエー、次の曲いきましょう。イエー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 。これはなんか俺が昔サッカーやってた時のことで、なんかその友達が来てから歌おうと思ったんですよ。なかなか来てくれないんで、イエーここで歌います。イエー、聴いてください。イエー。偶然じゃないはず、再確認神からのバイパス、ダイヤル回したら歌になる、過去の自分に少し挨拶、yeah! きっとある手だ解釈、間違いを恐れずトライアル、決して未来の行方は届けないから、幸せなんだと思えばいい。嫌い方生まれ嫌い方育ち、いろんな過去も今じゃ素晴らしい、少年の本で食らう呼び出し、ようで卒業友達と飛び出し、ちょうど誘われサッカークラブチーム、スタメンは夢で皆が上手すぎ、特に名前と背番号暗記をカニで走れからできた友達、ずっと下手だったムードメーカー、群衆は流されプロ目指す、泥臭さ全振りし、スライディングゴミ拾い2回 MVP、 気合公式ハグされた初得点はフリーキックのゴールで決めるアクション映画、帰りにチーコで語ってた相当いい思い出馬鹿げたことも、きっと偶然じゃないはず、再確認神からのバイパス、ダイヤル回したら歌になる、過去の自分に少し挨拶、yeah!きっとあるべな解釈、間違いを恐れずとライアル、決して未来の行方は届けないから、幸せなんだと思えばいい。プロになった楽器は刺激で、入口が刺激だ過激な意志で、入口なくとで不意にが手に入れた場に優しくなる不思議な意志で、新鮮で挑戦冬の公式戦、曲げても笑ってたのを覚えてる、思いが込み上げたラストのスピーチで、トイレまでこらえた泣くのを必死で、歌のソロで大抵の到達性、音楽性大抵、そんな俺は苦難なスタイルで乗っかるゲーム、ダサくても繋い抜いた方が強え、結果よりも残してクリニック、勝ち負けよりも大切なもの、俺は昔から負け組だいと、今は自由にかけるしないよ、きっと偶然じゃないはず、再確認神からのバイパス、ダイヤル回したら歌になる、過去の自分に少し挨拶、yeah! きっとあるべな解釈、間違いを恐れずトライアル、決して未来の行方は覗けないから、幸せなんだと思えばいい。未来がねどうなるかわからんし、けど俺は確実にサッカーやってた頃にその日常がラッパーになって歌詞になってライブするなんて絶対に思わんかったし。